きましょう。先行貸借で5個サッチャー発祥説3本 DJ ブインザビー。イエーサッチャー相手マッパーバーなし俺たちマイク、そして拳繋がったソウル、あんたに届けるよ俺の思ったことぶつけるだけ、本音言えなきゃただの終わり。で俺は前は昔は全然ラップはしてない。でそっから上がってこうやって現場に向かう、そしてマイクを握れば一刀流、そんなもんだぜ。今時の時代なんて2000円払えば自分をラッパーっていうことはできるが、その上で本物になれるかどうかなんて君のこのアートの行動次第だな。まあ俺も何年が経ったか、もう4、5、6年、あん時なら中3の中高、今はマイク持ってこの歌唱。そうだな、簡単にまあラッパーって言えるな、俺は3月30スタンドバックでライブするわ。チェックしときな、そうじゃねえと、こうやって俺は自分でブッキングしに行く、それが行動力だと俺は1から思う、0から1、それが俺の建前みたいなもん。引き金引く前にそっからの行動を移した後、あんたを殺すだけ言うの。サンドバッグでライブマジでいいな、俺も来週、渋谷のアンダーバーってイベントクルーでライブがあるが、別にいいのさそんなことは、ただこれだけはしてくれ。空間から来た無名の男がワンマイク一本でぶち上げてライブ終わりで、今度はライブで地元に帰ってる事実は間違いねえ。そういうこと、それが俺ってこと、未来につなげるため今こうやって行動力にさせとけ。そうじゃねえと今こんなとこにいねえ、俺も高校生金なくてもいけるぜ。そんぐらい昨日も一日中バイトして、こうやって現場に向かうことだぜ。先輩後輩いろいろある中で年齢は関係ない、潰し合い、それが戦争みたいなモンスター。戦争みたいなもん、これは戦いならば開かないだけど、君とは平和に行きたいな。俺も金はなかった、何もなかった、だから地元誰もいなかったから俺がなったんだよ。居場所作ってやって、今じゃ後輩が甲羅に出るって間違いがね、破壊と再生だね、スラップ&ピールド、今日は俺が今後ブラックなリスト、終了。それではジャッジお願いいたします。先行大作戦、高校サッチャン、もう一回みんな全力で手と声上げてください、よろしくお願いします。先行大作戦、高校サッチャン、うわーごめん、ジャックもう一回来てごめんなさい、マジで僅差なんで、なるべく一発で決めようと思うんで、ごめんね、ジャック。ぐるっぐるって言いながら行くんですね。いきます、先行大作戦、高校サッチャン、せーの、延長、延長で、延長でお願いしまーす。チョンボ、イエイイエイ。それでは、ここでビートチェンジできますか、DJ 大丈夫ですか。それでは、延長のビート聞きたいと思います。それでは、延長ビートよろしくお願いいたします。それでは、行きたいと思います。先行高校入れ替わって、先行サッチャー、高校大逆転、発祥節3本 DJ ブインザビー。俺が高校生の時なんて懐かしいぜ、あの時は顕微で優勝したりして、俺はラッパーズにいた時、小倉のローズって先輩に憧れて、その人から言われたんだよ、しっかり仕事で出て外を見ていけって、見た結果やべえケースが濡れて、地方組やべえやつはローカルに出づくみたいだね。ちょっとのチャンスが見えたなら、そのチャンスを掴みに行くだけだな、このマイクでな。俺も最初はスケートボードでピーで仲間としてただけ、それでもサイファーに変わった、そっからスケートボードなんて嫌な家のどこかに行った、そんぐらいラップに夢中になった。夢中その中に夢にまた向かう、今がこれ途中ってことだよ、現在進行形、まだ未知の途中、今日は誰か生き残る、君と僕の意志の疎通は終わらないみたいだな。よく言うんだよ、わけえ奴らは、俺はこれに人生をかけてるって。俺は週末は休みで、そして仕事して、毎日くたくたで疲れてるけど、俺は20歳になったから言える、人生はかけてね、これが人生だぜ。自分の意志で動くってことは、俺は自分自身に人生をかけてる、そういうことだろう。言いたいことがわかんねえかもしれねえけど、俺は本音をただただぶつけてるだけ。ビートがなったら鳴りやまねえ、そして言葉も無駄なく自分を届けるだけ。無駄なこともいつか
それがいいことに変わるまでそれまで行動続けるぜ。いやそうだぜ、この音の終わり山で、ただ俺は自分の街がやべえ、全国に証明しに行くだけ。俺と武者大ぐらいだぜ、この辺で東京に遊びに行けるやつなんて仕方ねえ。みんなもっと外に出た方がいい、お前も東京でもどこでもやれるよ、間違いねえ。証明してやろう、俺もイベント主催する、お前も呼んでやるよ。マジっすか、それはマジで嬉しい、デビューが遠くで、yeah、俺も最初はライブもできねえ、まんまずっと一人でライブ、そして仲間と外でライブ、高架下で交わしてた、yeah、今じゃやっとできる環境になってきて、スケジュールもパンパン、そんぐらいになってきたぜ、yeah、でも今からってことだな、スタート時点は、yeah、始まってからまたここから、さあ、ジャッジ、どちらか片方によろしくお願いいたします。いきます。先攻サッチャー、後攻対釈戦、勝者サッチャーでーす。対釈戦くん、よかったら一言ぜひ残してってください。僕も地元柳川でラップしてて、最初サチさんとかにいろいろ教えてもらってサイファー回してたんですけど、今じゃここまで来て、まあ、ネクストバットグルービーってクルー組んでて、曲も出してて、3月30何よりスタンドバップ4回でライブさせてもらうんで、その時はまたみんなぜひお願いしますって感じですね。ありがとうございます。大作戦に大きな拍手を。めっちゃかっこよかったですね、2人とも最高でした。